皆さん、こんにちは。誠眼鏡店銀座店担当の白玉でございます。本日ご紹介いたしますメガネがこちら、IDC の V791-010 です。近づいて見てみましょう。こちらですね。IDC は、フランスのメガネブランドでして、このメガネの特徴は何といってもここですね、シートメタルの二重構造になってます。まずレンズを取り付ける前面はこれが、ドット柄というか、これが、すいません、縦ストライプが入っていまして、後ろの、シートメタルには横ストライプが入っている。そのことによってこの正面から見たときに、格子状にこうなっている感じなんですね。一見すると蜂の巣のような感じで、かつ超軽量で超立体的、こうですね。正面がブロンズで裏面がオレンジ、かなり挑戦的なデザインですね。で、このウェリントンの幅狭めたような、スクエア型のウェリントンのアイノコのようなこの超かっこいいデザインです。で、こちらバネ長板が入っているので、こんな感じでこう広がるような感じですね。で、フレームがちょっとこうカーブしてますので、どちらかというと球面レンズが入るような設計をしております。非球面を入れると、なんとこんな感じ、こんな感じというか平らになってしまう感じですね。それよりかこのカーブを残して作った方がかっこよさそうですね。では近づいて、すいません、かけてみましょう。もう一度かけてみましょう。こんな感じですね。この鼻パッドの構造はあまり動かない、構造をしておりますが、レンズの止める前面のシートメタルが前に出ているおかげで、レンズ後面の方についているこのシートメタルですね、で後面の方にこの鼻パッドのこのパーツがついているおかげで、レンズの方が前に出て鼻パッドが後ろにつくことによって、こうまつげもすりづらいような感じになっています。こんな感じですね。非常に軽やかでかつスポーティーで、色がこう二重になっており、さらにこの格子柄、立体格子柄になっているので、他とは違ったこうなんだこれはというかっこいいメガネに仕上がっております。こちら銀座店に、1点ございますので、どうぞお試しくださいませ。どうもありがとうございました。